日米独ソ兵士たちの意向を9時40分から放送いたします。それではニュースはこれでお別れいたします。アメリカ南部のジョージア州にアメリカのアマゾンと呼ばれる沼がある。広さは琵琶湖の3倍。糸杉の生い茂るジャングルにはアメリカパンサー、クマ、ヘビ、ワニなど野生の生命が息づいている。その日、ここに一人の青年が来ていた。彼はこの沼を舞台に初めての小説を書いていた。アメリカの新進作家バリーン・ベル、その運命を戦争が変える。1939年9月1日金曜日午前4時45分、ナチスドイツ軍ポーランドを侵攻。ここに第二次世界大戦が始まる。戦火はヨーロッパから太平洋へと広がり、6年間も続くことになる。ドイツの小さな村ビッヒマンスハウゼンの人々は朝7時の臨時放送で開戦を知る。雲一つない快晴の日だった。村の牧師クルト・ロイバーはいつものように洗礼に出向き、結婚式にも立ち会った。30を過ぎた牧師までが前線に立つとは想像もしていない。東京の空は曇り、蒸し暑い一日であった。すでに日本軍は中国大陸で戦闘を始めていたが、アメリカとの開戦までにはまだ2年の間がある。立教大学サッカー部の上村正久は秋の大会に備えて練習に明け暮れていた。彼は後に神風特攻隊の一員となる。ロシア南部の大都市スターリングラード、町を流れるボルガの水はまだ夏のぬくもりを失っていなかった。この時イワン・バタイエフは市の農業指導員に採用されたばかり。彼には幼なじみのイーナ漬けがいた。若い二人は生まれ育ったこの町が
やがて廃墟となることを知らない。戦前はナチスドイツの首都、そして戦後は東西対立の象徴となった町ベルリン。この町の目抜き通りに戦争の傷跡を今もとどめるウィルヘルム戦争記念協会がある。ここに去年一枚の絵が掲げられた。絵の題名は塹壕のマドンナ。これはあのドイツの村の牧師クルト・ロイバーが描いたものである。絵の余白には光、命、愛という三つの言葉が書かれている。これは1942年のクリスマスにスターリングラードの戦場で描かれた。クルト・ロイバーはこの一枚の絵にどんな思いを込めたのか。ロイバーへの召集令状はポーランド侵攻のすぐ後にやってきた。大学で神学と医学を学んだ彼は医師の資格も持っていた。軍医としての出征命令である。村人の前で平気でナチの批判をする牧師だった。逮捕されたこともある。妻のマルタはこの早い召集を一つの見せしめだと受け止めた。ドイツ軍の進撃に応じてロイバーは東ヨーロッパからロシアへと転戦していった。何度か短い休暇が許された。妻のマルタは夫が帰るたびに家族の写真を撮った。いつそれが最後の一枚になるかもしれない。ロイバーの悲劇はこの写真を写した直後に訪れた。敗戦からすでに3年、ドイツ軍の最前線はスターリングラードの市街地まで迫っていた。町は廃墟と化していたが、ソビエト軍はわずかに残った建物にこもって防戦を続けていた。そして11月19日、ソビエト軍の
歴史的な反撃が始まった。大兵力を動員したソビエト軍はドイツ第6軍の両翼を突き、瞬く間に包囲網を完成させる。孤立したドイツ軍30万人、それはロイバーがあの休暇を終えて戦場に戻ったその翌日の出来事だ。包囲から2週間後に書かれた手紙。愛するマルタへ、1942年12月3日。これまで経験したことがない苦しい日々を過ごした。四方八方から攻撃、また攻撃、砲弾の雨、戦車、機関銃、そして恐るべき複式ロケット砲、すべてを目の当たりにした。今我々は谷合の窪地に塹壕を掘ってうずくまっている。時々厳しい寒波が襲う。雪、嵐、霜と思うと不意にみぞれ模様の天気。服はあの休暇以来一度も着替えていない。シラミがいる。夜はネズミが顔の上を走る。穴蔵の寝床に砂がこぼれ落ちる。あたりには寒暖のない戦闘の響き。ふと過ぎ去った美しい生活の思い出がひらめく。凶楽と誘惑、そして愛と屈辱の甘美な思い出が。我々の願いはただ一つ、生きること、生き延びることだけだ。私の任務は負傷者を手当てし後方に送り返すこと。私はこの逆境に意味を与えてやろうと決心した。同じ塹壕にいる傷ついたロシアの市民と捕虜を衛星班の地下壕に連れて行き、そこで暇を見つけてスケッチする。一心に描いていると砲弾の音も耳に入らず、ほとんど幸せと言ってよいほどの気持ちになってくる。私はあなた方から遠く離れているけれども、気持ちの上ではすぐそばにいる。昨日の夕方にはっと気づいたことであるが、私がこの境遇に耐えていられるのはあなたと子供たちが私と共にいるからだと。この信念が私を支え、私に力を与えてくれるのだ。ソビエト軍の包囲の輪は日に日に縮められていった。ドイツ軍の救援作戦も失敗、頼みの輸送機もほとんど来なくなる。おびただしい数の兵が死んでいった。物資、食料が次第に欠乏していく。そして冬将軍が猛威を振るう。零下40度、この年のスターリングラードは特に寒さが厳しかった。1942年12月18日、愛するマルタへ。私たちの周りは見渡す限り広大な平原だ。木一本ない。生きるのにギリギリ必要なもの以外何一つ存在しない。ひとかけらのパンも薪も黄金をもってしても買えない。薪は放棄された塹壕から命がけで取ってくる。昨日はその仕事を私たちのためにやってくれていた捕虜が
人死んだ。あばたのある善良なニコライだった。今味わっている火の温かさは彼の死であがなわれた温かさなのだ。この大きな塹壕の中に今ピアノが置かれている。トラックに乗せて天線に連れて運んできたものだ。私たちの部隊の隊長は音楽家で、この地下の塹壕でピアノを弾いている。粘土の壁と壁の間で独特の音色でピアノが響く。とにかく隊長の上手なこと。バッハやヘンデルの組曲、モーツァルトの胃腸腸協奏曲とベートーベンの悲壮ソナタ、ショパンにシューマン、みんなこの音楽に魅せられてしまう。音楽の魂に触れたこの瞬間を私たちは決して忘れることはないだろう。とそこへシュミット隊員が戦闘のただ中から塹壕に飛び込んできて、彼の部隊の悲痛な状況について報告する。対策を話し合う声が波のうねりのように高まってはまた低くなる。隊長は静かにピアノを弾き続けている。そこへ雨あられのような爆弾と砲火の音が壁に反響し、砂が頭上に降りかかる。みんなギクッとしてしばし外の物音に耳を澄ます。やがて再びピアノが語り出す。1943年2月2日、ドイツ第6軍降伏。30万の兵のうち戦死者20万、9万人が捕虜となった。ロシアの収容所に向かって果てしなく続くこの行列の中にクルト・ロイバーもいた。そしてロイバーは収容所について間もなく死んだ。家族との最後の写真。一番上の長女は10歳、末の娘は3歳だった。第二次大戦でドイツは700万の人命を失ったといわれる。この村から出征した兵もその半数が帰らなかった。クルト・ロイバーの3人の子供たちは皆死んだ父をはるかに超える年齢になった。ここには戦後間もなく亡くなった母マルタの墓がある。母の遺言に従って墓石には父の名前も刻み込まれている。長女のハルトムートの仕事は開業医、長男と次女はどちらも小学校の教師である。クルト・ロイバーの遺品は
末娘ウテの家に保管されていた。出征から捕虜になるまで3年の間にロイバーは100通余りの手紙を書いていた。母が大切にしまっていたこの手紙の箱を娘たちが開けるのは久しぶりのことだ。Ja, es steht was da drin. Und hier, das ist also von ihm eine. Eine Locke von seinem Vater. Und das ist seine Hand. Ach du liebe Zeit, das ist aber schön. Mensch, guck mal. Das hält man deine Hand auf. So eine große Hand. Na, das klappt schon. Aber, ja, na ja, guck mal hier, du hast auch schon eine große, aber das, der hat einen Stahl. Stahl aus hier. Ja. Na gut. Der hat, das ist schön. Was steht denn da drin? Da steht, meine liebe Ute, ich danke dir für deinen lieben Brief. Das ist vom 16.05., also ich schätze fast zu meinem Geburtstag. Ja. Ich danke dir für deinen lieben Brief, den du mir durch deine Mutter geschrieben hast. Über dein Löckchen habe ich mich sehr gefreut. Ich habe es gestreichelt. Weißt du denn überhaupt, dass du einen Vater hast? Ja, ich konnte mich ja auch kaum erinnern. Ich war ja noch so klein. Ich habe. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, ich habe meinen Vater ja eigentlich im Grunde nur durch Erzählen kennengelernt, durch die Briefe kennengelernt und durch unsere Mutter. Arme Leute hier. Du kannst hier sehen hier. Ist das ein Gewehr? ロイバーがロシアの戦場で描いたスケッチも残されている。Ach, Mutti hier. Und da habe ich sehe ich hier auch noch diesen Brief hier, der letzte Brief, der an uns Kinder geschrieben ist. Soll ich mal ein Stückchen vorlesen? スターリングラードの戦場でロイバーが最後に書いた手紙。それは3人の子供たちに宛てたものだった。今日お父さんは病気のためドイツへ帰ることになった隊長さんに小さい包みを託した。一枚の絵にはお前たちのお父さんが描かれている。それはお母さんにあげるものだ。小さなニーナの絵は一番小さい妹にあげるんだよ。ちょうどこの絵を描いていた時、塹壕の床の上でお父さんはこの子を抱き上げてやった。爆弾がものすごい音を立てるとこの子が震えてしくしく泣いたからだ。でもその後でニーナはまた木箱の上に腰掛けてスケッチを続けさせてくれたよ。塹壕のマドンナはお前たちみんなのものだ。苦しい時ぐらつかないように心の中によりどころを持つのはどんなに素晴らしいことか、お母さんが話してくださるだろう。1943年1月6日私の愛する子供たちへ。ロイバーの描いたスケッチはほとんど全てがロシアの庶民の顔である。ニーナ、ニコライ、ナターシャ、どの絵にも名前がついていた。戦闘を描いた絵は一枚もない。そして彼の手紙の中には
敵という言葉が全くない。スターリングラードは戦後ボルガの町ボルゴグラードと改められた。ナチスドイツを初めて打ち負かしたこの町はソビエト最高の英雄都市となった。ママエフの丘に立つ巨大な女性像、ナポレオン、そしてヒットラー、西からの侵略者を追い返したロシアの母なる守り神である。第二次大戦でソビエトが失った人命は実に2000万に上ったといわれる。戦没者を祀った英霊記念堂、周囲の壁には特に武勲のあった千人の軍人の名前が刻まれている。農業指導員イワン・バタイエフの名はここにない。彼は2000万のうちの一人として戦場に倒れた。イワンの言い名付けであったエフゲーニア・チェプラノーヴァ。彼女は今も独身である。第二次大戦が始まるとイワンはすぐ徴兵されスターリングラードの町を離れた。そして二度と彼女の前には現れなかった。イワンが残したものは戦場で書かれた25通の手紙と2枚の写真だけである。愛するエフゲーニア、この手紙をどう書き始めたらいいのかわからなくて困っています。人間が別れるとき何か心からの言葉を言いたいのに胸がいっぱいでうまく言葉にならない時がありますが、今の私もそれと全く同じ気持ちです。昨日の激しい戦闘で幾人かの友人を失った。どうしようもないことだった。これが前線の兵士の運命なのだから。ますます苦しい戦いが続いている。先のことは何もわからない。どんなに厳しい戦いの中でも私はあなたがいつも一緒にいてくれることを信じている。あなたの愛が私を死から守ってくれること、
私の愛するエフゲーニャ、この胸にあなたを抱いて、つかの間でも全てのことを忘れたい。戦争のことも、戦車のことも、死体のことも。そして、あなた以外のことはみんな忘れたい。ああ、あなたの胸で、あなたの愛を。もしそれができたら、言葉なんぞはいらないのに。言葉なしでも、あなたは私を理解してくれるのに。会うことさえできたら。エフゲーニャ、再び会えることを固く信じています。スターリングラードで会えることを信じています。そちらのことを教えてください。うちの方はどうでしょうか。あなたの生活のすべてを教えてください。できるだけたくさん手紙を書いてください。それではこの辺でペンを置きます。私を待っていてください。必ず待っていてください。私は必ず帰ります。言い足りなかったことをその時伝えます。さあ、もう戦わなければなりません。さようなら、あなたのイワン。В подростковом возрасте вместе с ним гуляли. И особенно увлекались мы стихами. Он любил читать, очень много знал. Я тогда не совсем много знала, но старалась от него не отставать. Я еще совсем молоденькая была, мне 16-17 лет было. У нас жизнь сложилась так, что у меня отца не было, у него очень рано. Не было матери, и материально трудно жилось. И поэтому мы не могли сразу в институт попасть. Вот о чем мы мечтали, обязательно закончить институты. Обязательно получить высшее образование. Ну, мы надеялись на свою силу. Обещали помогать друг другу. Арухи. 見知らぬ人から一通の手紙が届いた。イワンの戦友からのものだった。26 сентября 44 года. Женя, мне очень тяжело писать вам это письмо. Тяжело и больно до слез. Эфгения 様。この手紙をとても苦しみながら書いています。胸が痛み。涙が出るほど辛いのです。この手紙を書く苦しみに比べたら、どんなことにも耐えられそうに思います。しかし、あなたはいずれ真実を知ることになるでしょう。たとえ残酷でも、真実は飾られた嘘より尊いものです。率直に申し上げます。あなたが手紙を書き送った人は、もう、私たちの中にいません。私たちの素晴らしい友人だったイワン・バタイエフは亡くなりました。私たちは今になってもイワンの死を信じることができません。しかし、彼は9月17日、私の目の前で英雄的な死を遂げたのです。翌日私たちは彼の遺体を町の広場に埋葬しました。イワンの死は私たち誰にとってもこの上なくつらいものです。彼はあなたの友人だったと同時に私たちみんなの友人でもあったからです。私たちは決して彼のことを忘れないでしょう。そして彼の死を決して無駄にはしません。エフゲーニャさん、どうか心を落とさないでください。あなたはまだ若いし、あなたの人生はこれからです。
何のためにこんなことを書いているのか。なんとかあなたを慰めたいという気持ちでいっぱいで、温かい心からの言葉を書くべきなのに、うまく書くことができません。この戦争で私たちの心は殺伐としてしまっているのです。何年間も兵士としてこの戦争に参加している間に、私たちの心はすさんでしまったのかもしれません。あなたのイワンを助けることができなかったことをお許しください。こんな手紙を書いている私を責めないでください。この私にも死が近づいているかもしれないのですから。それではお元気でお過ごしください。あなたを尊敬するバジム・ブリンコフより。追伸。彼のカバンの中にあなたの写真が入っていました。送り返します。ソビエトでは人口の 10% が戦争で死んだ。ここには無数のエフゲーニアがいる。エフゲーニアは63歳の今も国営第35薬局で働いている。イワンを失った彼女は戦乱の中で数少ない身寄りとも死に別れた。それからずっと一人暮らしである。彼女はイワンの面影と結婚した。エフゲーニアが折に触れて聞く一枚のレコードがある。曲名は、もしも戦争がなかったら。
был, а я была моложе. Мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было.残された者たちの痛み、それはドイツでも同じだった。クルト・ロイバーの戦死を知ると、妻のマルタは病気がちになった。それでも彼女は代理牧師として働いた。教区内を苦しそうな息遣いで歩き回る母親を、長女のハルトムートが助けた。敗戦国の戦後、誰もが食べるのに精一杯の時だった。母親が父の後を追うように亡くなると、ハルトムートが親代わりを務めなければならなかった。彼女が初めて自分の結婚を考えた時は40歳を過ぎていた。Sicher hätten vielleicht andere Berufe ergriffen, ging es uns besser, wäre es uns sehr besser gegangen. Unsere Mutter wäre vielleicht noch am Leben. Das sind alles solche Konsequenzen, die wir erst jetzt hinterher später erkennen. Das kann man ja als Kind nicht sagen. Aber unser Leben wäre sicher anders verlaufen. Oder doch, aber Sie haben doch Ihr Leben geschafft. Schon geschafft, aber unter sehr schwierigen großen Schwierigkeiten oder unter sehr vielen Entbehrungen, und die wären uns vielleicht erspart geblieben. Und auch jetzt in unserem derzeitigen Leben, wir leben nicht das kann man gar nicht sagen, wie viel Elend, wie viel Leid ist durch diesen Krieg gekommen. Das ist etwas, was die Kriegsmacher gar nicht beurteilen können. Und wir sind ja kein Einzelschicksal. Es gibt ja so unendlich viele, denen es noch viel schlimmer ging. Mazushii kurashi no naka de, haha ga kureta Christmas no prezento wa一冊のアルバムだった。あなたがいつまでもお父さんのことを忘れないように、このアルバムを送ります。母はそう書き添えていた。クルト・ロイバーが家族に残した最後のクリスマスの手紙。このクリスマスに私は戦友たちに本当の喜びを与えるために一枚の絵を描くことを考えた。何せ木炭が一本きりで、紙はロシア地図しか残っていない。
私は何を描くべきか長い間考えた。その結果、マドンナ、つまり幼児を抱いた聖母マリアというモチーフが浮かんだ。粘土の洞穴がアトリエに変わった。このマドンナの制作はどんなにか私を感動させたことだろう。絵はこういうのだ。子供と母親が頭をかしげ合って大きな布にくるまれ安全に守られている姿。私は光、命、愛という古い言葉を思い出した。暗闇の中で死と憎しみに取り巻かれている今の境遇を考えると他に何を言う必要があるだろう。私はこの3つの言葉を安らかに守られている母とこの永遠の姿の中に示したいのだ。この絵が戦友たちにどう受け入れられたかを話したい。クリスマスの扉といっても塹壕の板戸だが、それを開けて戦友たちが入ってくると彼らはまるで魔法にかけられたように敬虔な感動に打たれ、無言で正面の壁にかかっている絵の前に佇んだ。絵の下には粘土の壁に差し込まれた水平の板があって、その上にろうそくが灯っていた。クリスマスのお祝い全体がその絵の印象に支配された。みんな感慨を込めて光、命、愛という言葉を読んだ。暗闇の中で死と憎しみに取り巻かれているこの世界の状況を考えると他に何を言う必要があるだろう。我々は死の体験を経ただけに一層強く命を愛するだろう。私はこの絵を平和に満ちた明日の命の印としたい。愛する子供たちよ、このマドンナの絵はお前たちみんなの心の拠り所としてほしい。人間は苦しい時ぐらつかないように心の中に何かの拠り所を持つことが必要なのだから。ロイバーの子供たちはこの絵をベルリンの教会に寄贈した。日米決戦の舞台となったフィリピン、この紺碧の海にも多くの若者の命が散った。この海はただならぬ手紙が何通も書かれたところでもある。それは確実に死ぬことを知って書いた手紙だ。立教大学の上村正久もその筆を取った一人である。日米開戦から2年後の昭和18年、上村は東京小石川で妻をめとった。学生結婚である。すでに日本軍の配色は濃く、間もなく学徒動員の発令となる。上村は海軍を志願した。
昭和18年10月、第13期飛行予備学生として三重航空隊に入隊。1年足らずの短期訓練で戦地に赴くことになる。やっぱりいよいよ戦運が呼吸を告げてきましてですね、でそれぞれみんな徴集延期がなくなりまして、みんな軍隊に行く志願するという時に、やはり彼が一番心に思ってたことは、自分が死んだら何が起こるのかと。親兄弟のために俺は死ぬけれども、何かを世の中に残していかなきゃならない、それなんだと。それは俺は嫁をもらって自分の子孫を残したいというのが、彼が最後に我々によく打ち明けてたということです。昭和19年4月、待望の子供が生まれる。女の子だ。その頃、日本軍は最後の防衛線を守れるかどうかの瀬戸際に立たされていた。決戦の場はフィリピンである。10月20日、マッカーサー将軍はレイテ島上陸を果たす。このままフィリピンを明け渡すと、南方からの石油ルートが断たれる。ここで日本軍が初めて取ったのが神風特攻隊の作戦であった。敵艦に一発必中の体当たりをする。生きて帰ることは許されない。新風特別攻撃隊、この若者たちの中に上村少尉もいた。上村少尉が生まれたばかりの娘に書いた遺書。書き残すこと。元子、元子は私の顔をよく見て笑いましたよ。私の腕の中で眠りもしたし、またお風呂に一緒に入ったこともありました。元子が大きくなって私のことが知りたいときは、お前のお母さんか佳代子おば様に私のことをよくお聞きなさい。私の写真帳もお前のためにうちに残してあります。元子という名前は私がつけたのです。素直な、心の優しい、思いやりの深い人になるようにと思ってお父様が考えたのです。私はお前が大きくなって立派な花嫁さんになって幸せになるまで見届けたいのですが、もしお前に私を見知らぬままにしてしまっても決して悲しんではなりません。お前が大きくなって父に会いたいときは九段へいらっしゃい。そして心に深く念ずれば、必ずお父様の顔がお前の心の中に浮かびますよ。父は、お前は幸せ者と思います。生まれながら父に生き写しだし、他の人々も元子ちゃんを見ると正久さんに会っているような気がするとよく申されていた。必ず私に万一のことあるも親の死後などと思ってはなりません。父は常に元子の身辺を守っております。先に言ったごとく、素直な人に可愛がられる優しい人になってください。
お前のことは万事につけうちの人々がお前の最も幸せになるようしてくれます。父も安心して出陣するのです。お前が大きくなって私のことを考え始めたときにこの便りを読んでもらいなさい。追伸。元子が生まれたときおもちゃにしていた人形はお父様がいただいて自分の飛行機にお守り様として乗せております。だから元子は父様といつも一緒にいたわけです。元子が知らずにいると困りますから教えてあげます。父、元子殿。昭和19年10月26日、レイテ湾に出撃した上村少尉は二度と帰ってこなかった。彼にとって初めての実戦であった。マニラのアメリカ軍戦没者墓地。ここには太平洋海域で戦死したアメリカ兵2万人が葬られている。その墓碑名の中にあの新進作家バリーン・ベルの名前もあった。第二次大戦がヨーロッパで幕を開けた後もベルは沼の小説を書き続けていた。アメリカ南部の秘境オケフェヌキーの沼、ここにいると世間の喧騒も時代の騒音も一切聞こえてこない。ベルは戦争からは最も遠いところにいた。彼はこの沼に近い小さな町に生まれた。父は州の裁判官だったが、文学好きの母の影響を強く受けたベルは小説家を志した。そして最初の作品の舞台として子供の頃から親しんだオケフェノキーを選んだのだった。はじめ雑誌に連載された彼の小説「沼の水」は後に単行本として出版される。これが批評家たちの目に留まった。ベルは一躍前途優位な作家の地位を得る。
真珠湾攻撃の年であった。小説「沼の水」は沼の周辺に住む人々の暮らしぶりを沼の自然に対比させて描いたものだった。19世紀の後半から人々は森林の伐採や牧場の開拓などさまざまな開発を試みた。だが沼はそのすべてを跳ねつけた。大自然の持つ底知れぬ力、そして美しさ、それに比べて人間がいかに小さく醜いことか。バリンベルはこの小説で人間の醜さの表れとしての戦争を暗に批判していたのだった。だがその彼にも戦場に立たなければならない時が来た。一人息子の出生を一番案じたのは母親だった。1944年5月1日、ベルの乗った護衛空母ガンビアベイは太平洋へと出航する。ベルは情報担当の将校、初めは平穏な航海である。愛するお母さんへ、先日は素敵な手紙をありがとう。私の方は実際の戦闘が全くなくて艦内訓練だけが行われています。ということは教育担当の私がものすごく激務だということです。それでも毎日2時間ほどは自由な時間があるのでずっと執筆を続けています。とは言ってもここで不滅の名作ができるとは思わないでください。仕事の合間なので頭を回転させるには時間が足りないのです。瞑想も十分にできません。それでも最小限私の書く能力を保持することはできますし、少しはお金の足しにもなるかもしれません。お母さん、僕はお母さんをとても愛しています。お母さんはいつも優しく完璧で賢い母でした。しかも忍耐強く僕を見守ってくれました。多分来年の母の日はお母さんと一緒に過ごすことができるでしょう。それまではこの大きな男の子のことをどうぞ心配しないでください。私はうんざりするほど快適な日々を送っていますし、嫌になるほど安全ですから。皆さんによろしく。バリーンより。そして10月25日の朝が来た。ベルたちの目の前に現れたのは戦艦ヤマトを擁するクリタ艦隊であった。最前列にいたガンビアベイは一心に砲撃を浴びて炎上沈没する。午前9時5分である。ベルは1000人近くの乗員と共に海に投げ出された。救助がないまま漂流は続き、やがて2日目の夜が来た。今
know, the fear and the pressures of being on a life raft, and when we reached the point where rescue wasn't in sight, nightfall was falling. Those are the moments when fear began to magnify. And we began to pray. Some cried. A form of hallucination would come upon us. We had a way of saying, playing tricks on your mind. And I think Vereen Bell, in his own mind, thought he saw an island. And Vereen Bell became very quiet then, and he would break away from the group. Some of us would go after him, bring him back, hold on to him. This happened two or three times. Finally, in the pitch of the night, when a number of us were tired, we realized that Vereen Bell wasn't with us anymore.1944年10月26日、バリーン・ベルは死んだ。あの上村正久と同じ日、同じ海での戦死だった。一通の受け取り人不在の手紙がある。ベルの戦死を知らずに母親が書いたものである。消印は11月7日、ベルの死からすでに11日が過ぎていた。愛する息子バリーンへ。世界が廃墟になりつつあるというのに、なんと奇妙なことでしょう。こちらはこれまでで一番美しい秋を迎えています。部屋の窓からは見事に色づいた木立が見えます。今日の昼下がりには赤いジャケットを着た少女が馬に乗って駆けていくのが見えました。それはまるで古いイギリスの絵はがきを見ているようでしたよ。きっと来年の秋も素晴らしいものになるでしょう。そしてその時にはあなたが必ずここにいてくれることを祈っています。あなたから何ヶ月ぶりかで手紙が届き、みんなで大喜びしました。でも手紙の中のあなたはどこか悲しそうに思えました。何にも悪いことがなければいいのですが、母さんはあなたにどんな小さな悩みも痛みもないことを願っています。船の中でまた新しい作品を書いたそうですね。早く読んでみたいとみんなで楽しみにしています。あなたが書いたのだからきっといいものに違いないと思います。母親だからそういうのではありませんよ。あなたは本当に偉大な作家です。そして世界で一番素晴らしい息子です。あなたが知らないと困りますからあえて言いますが、母さんは心からあなたを愛しているのです。聞くところではあなたたちの艦隊は恐ろしいほどの速さで太平洋を進んでいるようですね。私たちはいつもあなたのことを心配しています。この間みんなで町の映画館に行ってきました。マリアナ海戦のニュースをやっていたのです。映画は面白いものでしたが、若い兵士たちがとても疲れているように見えて心が痛みました。でもあなたは海軍の将校ですから、あんなきつい目に遭うことはないでしょうね。危険なことは同じでしょうが、母さんにはそれがせめてもの救いに思われます。
神の恵みを愛を込めて母より。東京近郊のある団地に神風特攻隊で散った上村正久少尉の遺児元子が住んでいる。こんにちは。外れたの？外したんです。まだいいって言われないけど。歩いてはいないの？捕まっただけ。元子には小学校5年の長男と2歳になったばかりの次男がいる。親子4人の 3DK 暮らしである。平和である。元子は父の正久から一字を取って次男に忠久と名付けた。戦後40年、廃墟の中から立ち上がった日本はどんな時代を歩んできたのでしょうか。輸出振興に国家の命運をかけた終戦直後から